かに合戦、くすやままさお、いち、昔、昔、あるところに、猿とかにがありました。ある日、猿とかにはお天気がいいので、連れ立って遊びに出ました。その途中、山道で猿は柿の種を拾いました。またしばらく行くと、川のそばでにはおむすびを拾いました。カニは、こんないいものを拾った。と言って猿に見せますと、猿も、 私だってこんないいものを拾った。と言って、蠣の種を見せました。けれど猿は本当はおむすびが欲しくってならないものですから、カニに向かって。どうだ、この蠣の種と取り返えっ子をしないか。と言いました。でもおむすびの方が大きいじゃないか。とかには言いました。でも蠣の種は、負けばめが出て木になって、おいしい実がなるよ。と猿は言いました。 そう言われるとかにも種が欲しくなって。それもそうだな。と言いながら、とうとう大きなおむすびと小さな柿の種とを取り替えてしまいました。猿はうまくカニを騙しておむすびをもらうと、見せびらかしながらうまそうにむしゃむしゃ食べて。さようなら、カニさん、ごちそうさま。と言って、のそのそ自分の家へ帰っていきました。に、 カニは柿の種を早速お庭にまきました。そして、は役目を出せ、柿の種。出さぬと、ハサミでちょんギるぞ、と言いました。すると間もなく、可愛らしい芽がニョキンと出ました。カニはその芽に向かって毎日、早く木になれ、柿の芽よ。ならぬと、ハサミでちょんギるぞ、と言いました。すると柿の芽はずんずん伸びて、 大きな木になって、枝が出て、葉が茂って、やがて花が咲きました。カニは今度はその木に向かって毎日、早く実がなれ、牡蠣の木よ、ならぬと、ハサミでちょんぎるぞ、と言いました。すると間もなく柿の木にはたくさん実がなって、ずんずん赤くなりました。それを下からカニは見上げて、うまそうだなあ、早く一つ食べてみたい、と言って、手を伸ばしましたが、 生が低くって届きません。今度は木の上に登ろうとしましたが、横ばいですからいくら登っても登っても落ちてしまいます。とうとうかにも諦めて、それでも毎日、悔しそうに下から眺めていました。するとあるヒサルが来て、鈴なりになっている柿を見上げてよだれを垂らしました。そしてこんなに立派な実がなるなら、おむすびと取りえっこうをするのではなかったと思いました。 それを見てかには、猿さん、眺めていないで、登って取ってくれないか。お礼には柿を少しあげるよ。と言いました。猿は、閉めた。と言わないばかりの顔をして、よしよし、取ってあげるから待っておいで。と言いながら、するする木の上に登っていきました。そして枝と枝との間にゆっくり腰をかけて、まず一つ、うまそうな赤い柿思いで、わざと。 どうも美味しい蠣だ。と言いいい、むしゃむしゃ食べ始めました。カニは羨ましそうに下で眺めていましたが、おい、おい、自分ばかり食べないで、早くここへも放っておくれよ。と言いますと、猿は、よし、よし、と言いながら、わざと青い柿思いで放り出しました。カニは慌てて拾って食べてみますと、それは渋くって口が曲がりそうでした。 カニが、これこれ、こんな渋いのはダメだよ。もっと甘いのを送れよ。と言いますと、猿は、よし、よし。と言いながら、もっと葵の思いで、放りました。カニが、今度もやっぱり渋くってダメだ。本当に甘いのを送れよ。と言いますと、猿はうるさそうに。よし、損ならこれをやる。と言いながら、一番葵固い,いの思いで、 仰向いて待っているカニの頭をめがけて力いっぱい投げつけますと、カニは、あ、と言ったなり、ひどくコーラを打たれて、目を回して死んでしまいました。猿は、ざまを見ろ。と言いながら、今度こそ甘いカキを独り占めにして、お腹の破れるほどたくさん食べて、その上両手に抱えきれないほど持って、後をも水にどんどん逃げていってしまいました。 猿が行ってしまった後へ、その時ちょうど裏の小川へ友達と遊びに行っていた小ガニが帰ってきました。見るとカキの木の下に親ガニが甲羅を砕かれて死んでいます。小ガニはびっくりしておいおい泣き出しました。泣きながら、一体誰がこんなひどいことをしたのだろう。と思ってよく見ますと、さっきまであれほど見事になっていたカキがきれいになくなって、 青い青い渋柿ばかりが残っていました。じゃあ、猿の奴が殺して、牡蠣を取っていったのだな。とかには悔しがって、またおいおい泣き出しました。するとそこへ栗がポンと跳ねてきて、カニさん、カニさん、なぜ泣くのと聞きました。小ガニは、猿がやガニを殺したから、仇を打ちたいと言いますと、栗は、憎い猿だ、よしよし。 おじさんが仇を取ってやるから、お泣きでない。と言いました。それでも小ガニは泣いていますと、今度は蜂がぶんとうなってきて、ニさん、ニさん、なぜ泣くのと聞きました。小ガニは猿が親ガニを殺したから、仇を打ちたいと言いました。すると蜂も、憎い猿だ、よしよし、おじさんが仇を取ってやるから、お泣きでない。と言いました。 それでも小ガニがまだ泣いていますと、今度は昆布がのろのろ滑ってきて。カニさん、カニさん、なぜ泣くのと聞きました。小ガニは猿が親ガニを殺したから、仇を打ちたいと言いました。すると昆布も、憎い猿だ。よしよし、おじさんが仇を取ってやるから、お泣きでない。と言いました。それでも小ガニがまだ泣いていますと、コンドハウスがコロコロ転がってきて。 カニさん、カニさん、なぜ泣くのと聞きました。小ガニは猿が親ガニを殺したから、仇を打ちたいと言いました。するとウスも、憎い猿だ、よしよし、おじさんが仇を取ってやるから、お泣きでない。と言いました。小ガニはこれですっかり泣きやみました。栗と蜂と昆布とウスとは、みんな寄って、仇打ちの相談を始めました。2。相談がやっとまとまると、 ウスと昆布と蜂と栗は小ガニを連れて猿のうちへ出かけて行きました。猿はたんと柿を食べて、お腹が口く,くなって、お腹こなしに山へでも遊びに行ったと見えて、うちにはいませんでした。ちょうどいい。この間にみんなでうちの中に隠れて待っていよう。とウスが言いますと、みんなは賛成して一番に栗が。私はここに隠れよう。 と言って、炉の灰の中に潜り込みました。私はここだよ。と言いながら、蜂は水亀の陰に隠れました。私はここさ。と、昆布は敷居の上に長々と寝そべりました。じゃあ、私はここに乗っていよう。と、薄入って、鴨居の上に這い上がりました。夕方になって、猿はくたびれて、外から帰ってきました。 そして路端にどっかり座り込んで、ああ、喉が渇いた。と言いながら、いきなり夜間に手をかけますと、灰の中に隠れていた栗がポンと跳ね出して、飛び上がって猿の鼻面を力任せにけつけました。暑い。と猿は叫んで慌てて鼻面を抑えて、台所へ駆け出しました。そしてやけどを冷やそうと思って、水がの上に顔を出しますと、 影から八が分と飛び出して、猿の目の上を嫌というほど刺しました。痛い。と猿は叫んで、また慌てて表へ逃げ出しました。逃げ出す拍子に、敷居の上に寝ていた昆布でつるりと滑って、波乱倍に倒れました。その上に薄が、どさりと転げ落ちて、うんとこしょと重しになってしまいました。猿は赤い顔をありったけ赤くしてくるしがって、 うーんうーんなりながら、手足をバタバタやっていました。その時、お庭の隅から小ガニがちょろちょろ這い出してきて、親の仇、覚えたか。と言いながら、ハサミを振り上げて、猿の首をチョキンとハサミで挟んでしまいました。定本。日本の神話と重大昔話、講談社学術文庫、講談社。1983、昭和58、 年5月10日第1釣り発行。1992、平成4、年4月20日第14釣り発行。入力、鈴木敦志。構成大久保優。2003年8月2日作成。青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫。 http://www.auzora.gr.jp スラッシュで作られました。入力、構成、制作に当たったのはボランティアの皆さんです。